オールドトロントはカナダのオンタリオ州南部に位置するトロント市の前身で1834年から1998年までのトロント市を言う。アッパーカナダの副総督、ジョン・グレーブス氏向こうによって1793年8月27日にヨークの町が設立された。そして1834年3月6日にヨークはトロント市として組織され、 1953年4月15日に、旧トロント市は、新しい行政区メトロポリタントロントに含まれる13の都市の一つとなった。1967年1月1日には新たに、ホーレストヒルとスボンジーを、九州合併し、旧トロント市の形が出来上がった。1998年1月1日にトロントは、周辺の6都市を合併し、 新生トロントが誕生したことで、旧トロント市は解体された。旧トロント市内は、トロントの南部地区や中心地区とも呼ばれる。その他、特定のエリアを例えば、ファッション地区や、旧ヨークタウンと名付けられ、エリアもあり、これらはこの地区の営業的な側面が、色濃い。多くの場合は、過去の歴史や、開拓初期の頃と関連させたもので、近年になって使われ始めたものもある。 ありがとうございます。